皆さんこんにちは。 ABC の B から始まります。函館市在住の鍵盤弾き語りストシンガーソングライターの B タンです。先日 B タンが YouTube の B チャンネルに投稿した動画、秘密のブルーの一人でやってみたはご覧いただけましたでしょうか。あの動画は今まで制作した動画の中で一番時間と熱量といろんなものをかけて、私が挑んだ作品なんですけども、ご覧くださった皆さんに楽しんでいただけていたらとても嬉しく思ってます。さて、その秘密のブルーのディズニー映画のミラミルと魔法だらけの家という作品からの、劇中の歌なんですけども、その動画に関して制作にあたっての質問が匿名さんからちらほら寄せられておりましたので、質問に答えていきたいと思います。質問コーナー Q&A の動画です。ぜひご覧ください。うん、カンペミラベルと魔法だらけの家というこの作品は、たくさんのキャラクターたちが個性豊かな魔法を持っていたりとか、性格が全然みんな違っていて、年齢も違っていて、そこも魅力の一つのそんな作品なんですけども、その中でも私が好きなキャラクターは、絞るのがすごい難しいんですけども、フリエッタさんっていう主人公のミラベルのお母さんがとても好きです。とにかくルックスがまず好みなんですけど、可愛いです。まあアグスティン、パパが羨ましいくらいにルックスがいいなと思います3人の姉妹の中で末っ子のミラベルのことをずっと小さい子供のようにまだ可愛がっている感があって、すごく可愛いなと、いいお母さんだなと思います。もし3人、1人じゃなくて3人選んでいいんだったら、フリエッタさんとイサベラ姉様とカミロというこの3人のキャラクターです。まあ、どのアニメでも出しそうなんですけども、長女役のキャラクターがどうしても好きになっちゃうんですよね。自分も長女っていうのもあって、すごくこう感情移入しやすい部分があります。あと特に後半のイサベラさん、イサベラお姉さんはキラキラしていて、美しさというか可愛さに磨きがかかっていて、そこも大好きです。まあ、カミロは誰もがこの作品を見た、特に女性は一度は入るんじゃないかという沼がありますねまあそんな感じです。作品の中ではミラベルの家族が、多くの家族が魔法を持って、それぞれ違う魔法を使えるんですけど、その中だったら私はルイーサというミラベルの一つ上のお姉さん、三姉妹の2番目のお姉さんの力持ちなんですけども、その魔法が欲しいなと思います私筋トレがちょっとした趣味でもあるので、力持ちでみんなに頼られていて、なんだろう、勇ましくてかっこよくて憧れがあります。あとリーサ自体もイケメンだけど可愛い一面も持っている、もう頼りがいのあるお姉ちゃんなので、自分もこんなお姉ちゃん欲しいなと思います。可愛いです。やってみて楽しかったキャラクター、実は意外とフェリックスかもしれない。最初の方にアフロとヒゲで私が出たキャラクターなんですけど、ペッパーおばさんの旦那さんなんですけど、意外と楽しくて、レッツのにスターとかの、なんて言うんだろう、独特な喋ってるかのような歌い回しがすごく好きでした楽しかったです。一
人で私は全部録音から撮影から編集までしているので、基本的になので一人でできることって多分私の場合は限られているんですけども、もう本当に動画編集とかも素人なので、スマホ一本で編集とか撮影はやってるんですよね。音源だけパソコン使って Cubase っていうソフトを使って、キーボードとボーカルだけ撮ったんですけど、不安もあったんですけど、それでも多分きっとできる、一人で、私一人で表現できることもきっとあるなと思って、そういう気持ちをずっと持って、スタートした時に、とにかくこの作品がこう私は大好きだっていう気持ちをまず伝えたい、少しでも伝わればいいなと思って制作しました。本当に使われている曲も含めてストーリーも全部すごく楽しくて素敵な作品なので、その作品に対しての気持ちが伝わればいいなと思って制作していました。気をつけていたこともたくさんあるんですけど、一つ取り上げると、原曲通りイザベラのターンが来るんですけど、途中でそこで一度空気を変えたいなって、そこも一つ心がけて撮ってました。うまくできたかどうかはちょっと分かんないんですけども、伝わればいいなと思います。だからたくさんあるんですけど一生懸命作りました。曲と作品が大好きで、その思いだけで、作った動画です。やりたい、やろうと思ったきっかけなんですけども、実は街の人たちのターンのところで、金魚を持ってるおばさまがいるんですけど、その人をやりたいなと思ってこの動画撮り始めました。制作を始めようと思ったきっかけがその街の人たちのターンです。死ぬと言われた魚すぐ死んだのおばさま、この役やりたいなと思って、めっちゃ面白いやんと思って撮り始めました。なんですけど、歌ってみて初めて分かったことも多くて、本当にとても時間も熱量もいろんなものをかけました。終わりに向かってみんなのメロディーが重なり合うところ、5人6人くらいで歌うところですね、そこの最後のドロレスとイサベラ2人のキャラクターがとてもメロディーとか歌い方とかキャラクター自身もそういうところあるんですけど、対照的で、その歌詞とかメロディー聴いてて、うわすごいってなったので、私はそこも原曲もぜひ聴いていただきたいんですけど、作った方本当すごいなって当たり前なんですけども大ヒットしてるので、そこでも感じました。なので自分の作品、自分の動画でもその最後に向かって盛り上がっていくところを含めて全部楽しんでいただければと思います。今回動画を撮るにあたっていろいろ小道具を集めたんですけど、買ってきたんですけど、予算2000円ぐらいでこの1本の動画撮ってみようと思って始めたので、もう買えるものが限られて、使えるお金が限られている中で、その2000円のうちの1000円かかったのが町の人々のターンで出てきたおはげのスキンヘッドのおじさんのズラですね。こう最終的に帽子脱いでピッカーンってなるのを見せるためにズラを買いました。1000円ちょっと取られました。それ以外のなんか金魚鉢とかね、入ってる金魚とかアフロとかそういうのも買ったんですけども、ギリギリ1970円とかで済みました。あと最初のフェリックスのアフロあると思うんですけど、あれで初めはカミロと、主人公のミラベルも撮ろうと思ったんですけども、買ってきて早々気づいたのがめちゃくちゃアフロのボリュームがあるなと思って、こんなにいらないと思って、でもなんか使わなきゃもったいないし、フェリックスはちょっとそれ使って撮りたいなと思ったので撮りましたけど、カミロとミラベルはやめました。本当はちゃんともっといろいろね、予算がいくらでもあるんだったら集
めてちゃんと衣装とかも揃えてやりたかったんですけども、またなんかそれぞれのキャラクターでメイクしたり服を考えたり手持ちのお洋服で考えたりするのも楽しかったので、機会があったらハロウィンとかでもそういうのでもいいので、なんかそういうコスプレじゃないですけど好きなキャラクターの格好とかするの楽しいなと思いました。はい、Q&A のコーナー以上となります。あの動画に関わらず自分の中にあるこの作品への思いとかもかなり語ってしまったんですけど、こういう気持ちでこういう作業があったり、そういうきっかけがあったりで動画ができたんだなと思って、また作品動画を見ていただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。たくさん見て楽しんでください。またね、ショート動画もよろしくお願いします。太ると言われたらほら太った。